私たちは六本木縁日にやってきました。昔ながらの縁日がずらりと並んでいて、これぞ夏祭りって感じですね。本当ですね。ここでは輪投げやコイン落としなど6種類のゲームを楽しむことができるんです。はい、早速やってみますか。チャレンジしてみましょう。いきます。スマートボールです。これどうやるんですか。こちらですね、ここに用意されている6球の球を使って、はい、この穴ボールを入れてですね、ビンゴを作っていただく形になります。ビンゴ、はい、ビンゴが出たらですね、M ステのティッシュだとかお子様に人気のこういうおもちゃもあるので、ぜひ頑張ってみてください。ジャイアントアイスマッチもしようかな。頑張ります。はい、息吸って、はい、ここに入れるんですね。入れます。頑張れ。シュッ。おお、あ、入った入った。よしよしよし、私こう狙いました。はい、2球目。ラスト1球は入れたいですね。どこかに入れたいですけど、この辺あそこ行きますか。ラストです。頑張ります。最後決めちゃって。入れ、入るんだ、入るんだ。おおおおお、3球入ることができました。こちらですね、リンゴじゃなくても参加賞というのがございまして、参加賞の1つ。じゃあ、おままごとで。ままごと。わあ、ありがとうございます。ナスビいただきました。続いて、千本釣りです。これ、どういうゲームですか。一本を引いていただいて、当たったものをいただいていただくんですけども、外れはありません。外れない。じゃあ、どれ引いてもよくて。はい。あ、でも、特賞とかもある。そうです。そうすると、上のものが。うわ、当たります。狙いたいですね。頑張ろう。特賞狙いです。あ、もう決めた。これ、いきます。いいですか。いきます。はい。あ、お、お、見た見た、上がってます、上がってます。なんだこれ。これはこれ何ですか。ローリングボール。あ、ありがとうございます。ベタベタくっつくおもちゃですね。はい、いいですね。これ絶対に当たるからいいね。そうだね、外れがないっていうのは、うん、嬉しい。嬉しいですね。はい、穴が全部12個あるんですけど、はい、6つ、6つ、この6つの穴のどこかから棒が落ちてきます。はい、で落ちてきた棒を掴めればクリア。で、掴んだ場所によって景品が違う。当然、早く掴むほど難しいので、で後で掴んだ方が、ちょっと、早く掴んだ方がいい景品になります。そうか、それは早く掴む。ちなみにちょっと今回こういう状況ですので、うん、穴を指定させていただきます。おお、いいんですか。いいです、はい。あ、わかりました。から任せてください。なんで絶対掴んでください。絶対掴んでください。絶対掴んでください。瞬発力が試されますから、ゼロのタイミングで引きます。ゼロのタイミングで引きます。全部教えてください。はい、じゃあ、はい、前についてください。はい、よろしいですか。はい、3。片手ですか。あ、大人は片手でお願いしたいですが、大人は片手でいきます。3、2、1。あー、疲れた。ありがとうございます。やりました。え、これはでもこれですと、はい、すごいすごい、すごい、やったー、ありがとうございます。お菓子より、お菓子いただきました。ありがとうございます。いいですね。楽しい。やっぱり深山の方が瞬発力はあるということでした。ゲーム自体が楽しい。楽しい。より景品ももらえるから最高ですね。はい、六本木縁日、屋根があるので涼しいですし、雨の日も楽しむことができます。はい、大人から、ね、子供までみんな楽しめる縁日です。ぜひお越しください。